アロマさんの物語のオーバーナイズ、はい、男動画です。ビールサーバーっていうバイト先にあるこうビールを出す機械があるんですけど、ビールサーバーから オレンジ色の液体と白い泡が出てきてビールになるんですけど、もうそのビールサーバーをずっと見てるとビールサーバーがチンコに見えるんですよ。だってさ、チンコってあれじゃない、オレンジの液体と白い液体を出すじゃん。あ、そうだね、出すね、出すでしょ。チンコが出す液体とビールサーバーが出す液体ってさ一緒だね、一緒だよね、一緒だよね。俺はもう股間にビールサーバーがついてると。そう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 、もう俺のチンコから出されるビールはアルコール入ってないので、ね、未成年の、ね、未成年だよ、ね、俺でも飲める。生絞り、今絞りたて、うまそう、うまそうでしょ、うん、こちら、まあ、実際この俺のビールサーバーが作り出したビールが本物のビールとどれぐらい一緒か確かめましょう。泡があるかないかだよね、うん、僕は成人ですので今から普通のビールを飲みまして、男くんはまあ未成年なんで僕の絞りたてのノンアルコールビールを飲んで、ね、一緒にね、はい、杯交わしましょう。乾杯、乾杯、えい。あ、絶対こっちの方がいいって、絶対こっちの方がいい。じゃあ俺さ、ビール嫌いなの。いやでもノンアルコールだから絶対こっち。アルコールのビール僕飲めないんだけど、ノンアルコールだったら飲める。飲める、絶対飲める、絶対こっちの方がいい。じゃあ僕実はアルコール入ってるビール飲めないので、こちらの、僕のビールサーバーが作ったビール飲みます。いただきます。アルコールがない分さ、この栄養素が高い、うん、あ、高い高い、絶対高い。もう飲む？もっとこれ飲む？飲む、なんで飲む？うわうまいよね、やばいよね。でもこっち生絞りだからね、うん、どうぞ。ああ喉越しがいいね。男性の皆様は股間にビールサーバーがついていると思いますので、未成年でもビールを飲みたい方はですね、こちらのようにですね、自分のビールサーバーからビールを絞って飲むと大人になった気分を味わえます。やっぱ俺のビールサーバー優れとるね。優れとる、やばい。ビールより美味しいの作り出すもんね、うんうんうん、おー、美味しい。あー、喉越し最高、おしっこ最高。